ですね、海洋画のレイドアワーということで、非常にこれ久しぶりなんじゃないでしょうか。海洋画はですね、将来性もあるポケモンということでね、原始回帰に備えて、やはり高個体値欲しい方いらっしゃると思います。まあ、今まで何回も開催されてるんですけども、いや何回だって欲しい。そして今は XL の飴っていうのがね、ございますので、こちら集めるという意味でもいっぱいやりたい。しかも今回海洋画がさ、期間短いのよ。ゴーフェスと被っちゃってるせいでね、ちょっとだからレイドアワーがすごく大事なんですよ。ということで、そんなレイドアワーのために、私本日もですね、秋葉原の方に来ております。まあ秋葉原でじゃあレイドやってやるかということでね、はい、ということで、まあね、ちょっとね、もう来てちょっと時間経ったんですけれどもね、こちら撮影やっていこうと思います。よろしくお願いします。それじゃあ海洋画レイドアワーやっていきましょう。やりたかったんですけれども、画面をご覧ください。どうぞ。ただいま18時42分、レイドアワースタートしてから40分が経ちました。今回レイドアワー、始まったらですね、おやおやおやと、あれなんか始まんないなーと思って、ちょっと重たいなーと思ったんですよね。でですね、これ僕右下ね、これこんな感じでオレンジの表示があるのでね、はい、こんな形で招待いただいてるんですよね。はい、どういうことかというとですね、サーバーがどうやらパンクしてらっしゃると。でですね、おそらくなんですけれども、これ人が多いところでですね、過去もね、今までもございました、ポケモン GO の、サーバーが落ちちゃってるやつ、ぽいんですよね。イベントスタートしてから、今回レイドアワースタートしてからね、30分ほどしてからでしょうか、ナイアティックさんの方がですね、公式にすいません、ちょっと一部の地域で今ちょっと全然ポケモン GO のログインができないと、重たいという状態がありますので、ちょっとすいませんみたいなツイートがございました。これすくこの感じ久しぶりでなんか正直な感想なんですけども、これって6年目でも起きるのこれレイドアワーっていうか、コミュデーとかだったら分かるんですよ。コミュニティデーとか過去あったんですけど、まあ、レイドアワーでもね、こうなったことあったんですが、あれなんか改善したんじゃないのかな。一時期多分改善したんだと思うんですよ。あ、やばい、始まっちゃった。あ、しました。これはね、意味がない。2人じゃ無理だし、ネットワークエラーですね。うん、ネットワークエラーです。あ、弾かれました、弾かれました。入ったけど弾かれました。こういったことが起きた時はですね、今現在ポケモン GO ゲーム内なんかエラーがあったんですね。ロック機能がございますので、こちら伝えることができるんですね。設定画面の方行けば、あ、行けてよかった。ネットワークエラーのせいで全然飛べないかったけど、今ね、重たいしね。対戦ログはいいか。あ、いや、一応いるか。一旦アップロードしますか。つうことで、こういうことが起きてしまいましたので、まあ、僕いつも通りね、まあ、今ちょっと撮影のためにカラオケ入ったんですけれども、入らなくてよかったなこれ。どうしようかねって感じですね。ちょっと一回ゲーム画面切りますね。はい、まあ、なんか良くないんですけど、なんか懐かしいなって思っている俺がいます。 1% ぐらい、 1% ぐらい懐かしいなと思っている僕がいます。残りの 99% はちゃんとしてって思ってますけどね、今ね。 99% はちゃんとしてほしいなって思ってますけども、ですね、まあ、おそらく海洋画がですね、その今メガレベルを上げられて、
上げることで、あの飴ですよねの効率もが引き上がりますよっていう風になってから一発目なんですよね。で、あとそもそももう海洋ガキ毎回人気なんですよ。もう水タイプの最強クラス、しかも今メガ進化が実装されてちょっとずつ解放されてるし、しかもあラティアスとラティオスっていう伝説枠ですよねのメガも解放された、ということは原始回帰もそんなに遠くないんじゃないかという期待値がかなり今高まっているところなんですよ。だからもうポケモン GO の中でも本当にもうトップ5に入るほど、みんながこうやりたいレイドだと正直思うんですよね、伝説っていう枠の中で言うと。っていうのがあって、例えば普段そのいつもだったらこれくらいの なんですか、その例えば回線の強さでも大丈夫なところに人が集まっちゃってボンみたいな風になっているのかなとか思うんですけど、まあちょっと僕もね、その現状そのなぜなのかって原因特定なんで、まあ僕はねそういうところに関しては素人なんで、わからない、なんとも言えないんですけれども、とりあえずは、お問い合わせができる人はお問い合わせしてって形に、するしかないよね。ただ今ね再ログインがそもそもできないし、ログインができないし、ログインしてもプレイが全然うまくいかないという、そういう状況ですね。ちょっと今回このタイミングでこれが起きたのはすごく怖くてですね、というのも今週末にゴーフェスあるじゃないですか。今回ね、その海洋ガって確か人気のレイドなんですよ。とはいえですよ、レイドアワーって水曜なんで平日なんですよね。人気とはいえ平日の夕方でバンってこんなになっちゃってると正直怖い。土日が怖くなっちゃいましたね。もう正直はっきり言っちゃっていいですか、土曜日だからゴーフェス初日の午前中ですよね、は一旦もうその様子を見ようと思います。いやもちろん10時から参加できるように準備はするんですけども、バッとやろうと思ったら回線重たみたいな、あこれちょっと、じゃあ例えばねここでゴーフェスやろうと思っていたところからの移動とかもね、これ必要になってくる可能性があるんですよ。特に土日とかだとね、ポケモン GO 関係なしに街に人が多いので、そういったところからもね、もしかしたらその回線への影響あるかもしれないし、非常に不安ですね。この今回のレイドアワー参加できないことへの不満っていうのも多分、ユーザーさんが結構あると思うんですけども、だから僕は今やったなっていうのを不満からの不安が大きいですね。ちょっと大丈夫かな、とりあえずさん、位置情報ゲーム、で、その世界で同時にやらなきゃいけない、そのサーバー管理しなきゃいけないというところで難易度は高いと思う、難易度は高いんだと思うんだけれども、もうお願いします、お願いしますよ、こういう感じのミスでイベントが潰れるのはもうやんないでください、もう起こさないでほしい、本当に。なんか結局こういうことがあるからね、期待されなくなってっちゃうしね、小さいところが、いやちっちゃくないわ、海洋ガのレイドアワーに関してはちっちゃくない、正直。だから今回レイドアワーどうなるんだろうね、プレイできてる地域全然あるんですよ、招待来てるから、じゃあこの地域は行けてるんだっていうのも分かったんですけども、そういったイベントの場合なんか補填みたいな形でレイドアワーもう一回やるのか、何しろ今回の海洋ガっていうのはレイドアワー今日しかないから、多分やれなかった人たち、プレイできなかったエリアの人たちからするといやなんやねんみたいな感じだと思うんですよ。いやちょっとここまで長々喋ったけども、ちょっととりあえずもうちょっと待ってみようと思います。この後ね、回線が復帰する可能性もゼロではないので、一応ちょっとポケモン GO はねずっと今起動してる状態なので、なんとかプレイできるようになるまで一応待とうかなというふうに思います。ですね、現在時刻が一番上ですね、19時57分です。レイドアワー終わった後ちょっと様子見ようと思って、様子見てたんですけれども、やっぱちょっと復旧しませんでしたね。 OK、 多分なんですけど、これそんな こういうパターンの時って全国とかじゃないんですよ。なのでよかったらなんですけど、この動画をご覧いただいた皆様がレイドアワーをやったよっていう方ですよね、の中でどのエリアで参加してど
どれくらいやれたのか、もうすごいストレスなくやれたのか、もうずっと無理だったのか、途中からできるようになったのかとか、よかったらその辺教えていただきたいなとちょっと思います。よかったらちょっと皆さんのコメントの方でですね、こちらいただければなと、思います。まあそうですね、なんかまあなんかもう多分この動画出てる頃にはナイアンティックさん多分なんかもうすごい数のユーザーさんにボコボコにされちゃってる後だと思うので、はい、まあ、今回はちょっと僕の方からの言及はやめておきます。はい、感情的なやつはやめておきますけど、まあ、でもちょっと対応、そうですね、まあ、多分ゴーフェスに向けてやっぱりみんな不安だと思うんですよ。僕も不安ですし、ユーザーさんも不安だと思うんで、まあ、ちゃんと、今回こうでしたみたいな、ツイートとか公式的なゲーム内での告知とか、そういったものをちょっとしていただきたいなと思ってる私でございます。まあ、この動画が出てるタイミングでね、もう発信されてる可能性もあるのでね、それだったらまあよかったって感じなんですけど、はい、ということで、海洋が厳選、どうしようどうしよう振り返りレイドアワーがあったら嬉しいんだけどな、って感じですねグラードも欲しいんですけど、海洋がやっぱりちょっとね、どっちも欲しい、100いっぱい欲しいし、アメも欲しい、だからとにかく連戦やりたかったんですけどね。まあでも今日はもうしょうがない、明日以降ちょっと頑張ろうと思います。はい、ということでイベント初日レイドアワー前にやった海洋がしかちょっと取れいないのでね、また明日から頑張ろうと思います。ということで今回は終わりだと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ番組またチャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっておりますよ。かったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、コンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。だってから帰りますか。